俺たちのジャパンへようこそ。アメリカのステルス戦闘機 F-35 はまさに最強と呼ぶにふさわしい機体だと言われています。重要なコンピューターやレーダー、それらを制御するソフトウェアなどの戦闘システムをアップグレードできるのが特徴で、なんと2070年まで運用できるとも言われているんです。そのため世界各国が欲しがっており、日本の航空自衛隊も韓国空軍も F-35 を導入しています。ところが韓国はせっかくの F-35 を活用できていないようです。今回は韓国の F-35 運用の実情についてお伝えします。2022年1月4日、韓国空軍の最新鋭ステルス戦闘機 F-35 が空軍基地に緊急着陸しました。空軍当局者によると、電子系統の異常で車輪が作動せず胴体着陸を余儀なくされたとのこと。機体は胴体の下部の一部が損傷したものの、パイロットは着陸後に無事降機しました。この事故の原因について韓国空軍は調査の結果、重さ10キロのワシとの空中衝突が原因だと明らかにしています。空軍関係者によると、鳥との衝突で損傷した点以外は航空機の欠陥や操縦士のミスは見つからなかったそうです。実は飛行中に鳥と衝突してエンジンが損傷する事故、バードストライクは戦闘機だけでなく民間機においても頻繁に起こっています。鳥と航空機では大きさが全く違いますよね。航空機は鳥と比べてはるかに頑丈です。ところが航空機の速度があまりにも速いので、鳥のような小さな物体が衝突しても大きな衝撃になってしまいます。操縦席を覆うガラスの防風窓、いわゆるキャノピーが鳥との衝突で割れることもあるんです。最も危険なバードストライクは鳥がエンジンに吸い込まれるケースで、これによってエンジンに支障をきたせば飛行が難しくなります。今回の事故ではワシとの衝突で武装積載室内部のランディングギア作動油圧導管や電源供給配線などが故障、操縦後方系統の性能低下やランディングギアの未作動などが同時に起こったと考えられています。そのため韓国空軍のせいではなく、あくまで偶然による事故だと言われているのですが、一方で F-35 が適切に整備されていなかったせいではないかという声もあります。なぜなら韓国の F-35 はトラブル続きだからです。2022年10月にはメディアの報道により、 F-35 が通常作戦を開始した2021年から2022年前半までに飛行不可状態判定、特定任務遂行不可状態判定を計234回受けていたことが判明しています。具体的には点検で172件の飛行不可状態判定、62件の特定任務遂行不可状態判定を受けたそうです。戦闘機は飛行の前後などに随時点検を受けます。この時に異常が見つかったら、飛行自体や急降下、音速飛行、レーダー活用追跡作戦など特定任務の作戦活動に制限がかかるのです。この記事では軍関係者が、どの機種でも部品の問題などにより異常が発生するものだが、 F-35 は特にその程度が深刻だと明らかにしています。他にも F-35 自体が運用されて数年しか経っていない最新機種のため、大小の問題が毎回発生し、これを補完しなければならない状態、そのため関連修理、部品の把握と申請、
さらに調達に時間がかかっていると話していました。そのため、主要戦力の稼働率が下がらないよう、格別の管理が必要だとの指摘も出ているようで、実際に2021年から2022年6月までの間、異常判定により F-35 は数日から4ヶ月ほど特定任務を遂行できなかったそうです。宝の持ち腐れってやつですね。これには韓国のネットユーザーからも、血税の無駄遣い、当時の政権は他の国より導入費用を少なく見せるために予備部品を最小限で契約したのだろうなど厳しい声が上がりました。しかもこの故障は今後も頻発する可能性があります。なぜなら韓国の F-35 は適切なメンテナンスを受けられない可能性が高いからです。 F-35 の導入国が担当できる日常的な機体整備はあくまで機体の運用に関わる部分に限定されています。あらかじめ設定された飛行時間を経過するか、故障した機体はアメリカの防衛省が指定した民間の請負企業でしか整備ができません。一定時間を飛行した機体やエンジンもエンジンデポや国際整備拠点 MRO&U に送られ、オーバーホールを受けることが義務付けられているのが F-35 の特徴です。この MRO&U は現在アメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、オーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の名古屋にしかありません。時期が来れば韓国の F-35 もどこかの拠点に持ち込まなければならないでしょう。韓国から近いのはどう考えても日本です。しかし韓国としては日本には頼みにくいでしょうね。というのも、日本の MRO&U として認められたのはもともと名古屋にあった三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO だからです。三菱重工業に対して徴用工問題を何度も蒸し返して困らせている韓国は頼める立場ではないでしょう。そうなると日本以外の国に頼むことになりますが、それは非現実的です。韓国が日本ではなくオーストラリアの MRO&U を利用する場合、韓国の F-35 は重整備を受けるたびに片道約8500キロ、往復で約1万7000キロを移動しなければなりません。しかもおそらく一度の飛行ではオーストラリアのウィリアムズタウンへ直行するのは難しいでしょう。韓国の西州空軍基地からアメリカのグアム空軍基地、オーストラリアのダウンズビル空軍基地を挟んで向かうのが現実的です。時間としては片道が最低3日、往復で6日はかかるでしょう。800キロ先の日本に MRO&U があるのにおかしな話ですよね。しかし韓国としてはやはり日本には頼りたくないようで、 NHK が MRO&U について在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れる予定だと報道した際は、韓国空軍がすぐに否定しました。韓国空軍関係者は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の国際整備拠点 MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと述べています。このオファーがないという言い方、やや上から目線に感じるのは私だけでしょうか。頼まれたら整備させてやってもよいという感じですよね。日本としては韓国が F-35 をメンテナンスできなくても痛くも痒くもないのですが、
それを分かっていないのでしょうか。また自国内で行える最低限のメンテナンスも韓国はまともにできているのか定かではありません。韓国では共食い整備が恒常的に行われているからです。韓国で整備不良が問題とされるようになったのは2011年から2012年にかけて、総事業費約1800億円で4機を導入した防空用の早期警戒機ピースアイがきっかけでした。これは旅客機のボーイング737を改造した機種で、機体背部に設置した細長い板状のフェイズドアレイレーダーで半径約500キロ内の航空機約1000機を探知・追跡できます。韓国ではピースアイを2012年10月に実戦配備したのですが、なんと1年後の2013年10月には飛べる機体はわずか1機だけになってしまいました。ピースアイが飛べなくなった原因はズバリ部品不足です。軍用機に限らず、航空機には決められた飛行時間ごとに交換しなければならない部品が多く存在します。そのため航空機を導入する際はこのような交換部品もセットで買うのが基本です。韓国も3年分の部品を購入していたはずなのですが、なぜかエンジン関係など早急に必要となる部品を買っていませんでした。その結果、不具合の多い機体を部品取り用にして、修理の際はこの機体から他の機体へ部品を転用、いわゆる共食い整備をしていたのです。しかし1年で3機がジャンクと化し、飛べるのは1機のみになるというのはさすがにひどすぎですよね。果たして韓国が保有している F-35 のうち何機がまともに飛べるのか分かりません。韓国ではこのような整備不良にまつわる事故も非常に多いです。2015年時点のデータですが、2000年以降で35機が墜落し、パイロット38人が死亡しています。最近においても2022年1月11日には韓国空軍の F-5 が墜落しパイロットが亡くなりました。調査によって燃料導管にできた穴から漏れた燃料に火がついて事故が起こったと判明しています。韓国空軍によると、事故戦闘機の燃料導管は4年前に交換していたとのこと。マニュアル上、燃料導管の整備と交換期間は飛行600時間ですが、事故機は508時間だったので、この4年間整備が行われていませんでした。空軍はマニュアル上の最低限の点検は行ったと説明しているものの、事故機が1986年に導入された古い機種である上、燃料導管の異常による戦闘機墜落事故が頻繁に起こっていることを考えれば、積極的に整備する必要があったでしょうね。冒頭で F-35 の胴体着陸を紹介しましたが、これはレアケースであって、多くのパイロットが命を落としています。このような整備不良や様々な原因によって、韓国空軍では優秀な人材の流出も深刻です。例えば2014年11月に防衛事業不正合同捜査団が発足した直後に摘発された空軍の不正は、戦闘機整備代金詐取、電子戦訓練装備の納品代金詐取、司令部要員の軍事機密漏洩の3件で、不正額は約1340億ウォン、約148億円に上りました。高官は不正をし、乗る戦闘機もまともに整備されていないとなれば、国のために命を懸ける気にはなれませんよね。実際韓国空軍のパイロットは毎年平均で150人以上も転職していた時期があります。
辞職人数が採用数を上回るので人員の補充が追いつかないんだとか。韓国空軍が弱体化から抜け出すためには戦闘機の整備にも力を入れるべきでしょうね。しかし日本には頼みたくないと葛藤しているわけです。それなのに2022年7月には韓国は F-35 を20機程度追加で導入すると決定しました。2023年から2028年まで総事業費約3兆9400億ウォン、約4124億円を投じて調達するようです。しかし購入したとしても整備を受けられないならそのうち使用できなくなります。韓国は反日を貫くのか、それとも頭を下げて日本に整備を頼んでくるのか、皆さんはどうなると思いますか？韓国人だけどオーストラリアまでわざわざ行ったり来たりするのは効率が悪いってことくらいはわかる。機体の寿命や操縦士の消耗も考えなければならないね。すべて国内でできればいいけど、そのための技術と費用を考えると絶望的だ。日本は F-35 開発中の頃から投資していた。ミサイルの開発も日米共同で進められているしね。韓国はその時何をしていたのかというと、中国や北朝鮮にすり寄ろうとしていた。なんで韓国は未来を見据えて物事を決定できないのか。日本、ロシア、アメリカは100年以上も前から戦闘機を生産していた国だからな。蓄積された技術の差ってのは相当なものだろう。国力の差もあるけど、アメリカは基本的に韓国のことを信用していないんだよ。韓国は頻繁に政権交代するからな。だからアメリカは韓国に米軍を駐留させ、武器などを売って金儲けできればいいとしか考えていないんだろう。韓国のF-35 墜落のニュースで一つ称賛する点があるとすれば、それは胴体着陸を成功させたパイロットの腕です。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりすることもあり、それが激しい損傷や火災につながることもあります。乗っていたのは総飛行時間が1600時間を超える教官級操縦士でした。操縦士によると突然ドーンという音を聞いた後、計器板を点検すると操縦桿とエンジン以外の整備は全て動作していなかったそうです。通信さえ途絶えていました。そんな中でも操縦士は冷静に両目で海岸線を見ながら飛行。これは戦闘機が墜落した際に内陸部に落ちる状況を防ぐためです。その後最寄りの基地に無事着陸した手腕は見事と言わざるを得ません。一方で整備不良の機体のせいで優秀なパイロットが命を落とす可能性もあると思うと、韓国の F-35 整備問題は非常に深刻と言えます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。